ハエトリクモ、ハエトリグモ、ハエホグモ、英名、ジャンピングスパイバーは、節足動物モンクモツナクモモク、ハエトリグモカに属するクモ類の総称。正面の2個の大きな目が目立つ小型のクモ。その名の通り、ハエ類を含む小型の虫を主食とする液中であるが、クモを狙うもの、アリを食うものなど、特殊なものもあり、さらには、装飾を中心としたものの存在も知られている。 捕獲用の網を張らず、歩き回りながら、獲物を刈る、徘徊性のクモである。一部の種は、都市部や人家にも適応しており、日常の中でよく出会うクモでもある。非常に多くの種類がある。いずれも、比較的小型で、足も、長くないが、よく走り回り、ジャンプも得意。英名は、ジャンピングスパイダーである。歩きながら、餌を探す、徘徊性のクモである。 目が大きく発達しているのが特徴で、前列に4つの目が正面を向いて配置する。前中目が最も大きく、前側眼はやや小さい。後の4つの目は東京部の背面周囲に並び小さい。前方に向かう目は視力が良く、物の形もわかるとされている。物を見るときにはこの目で捉えようとするので、ハエト取りモに後ろから忍び寄ると、 体をひねって振り返る様子が見える。また、このように視力が良いためか、ハエト取り雲は、配偶行動などでも、視覚に訴えるような、手振りや体を上下させるような動きでやり取りをする、ものが多い。私有で色彩に、違いがある性的負担なりがはっきりしたものも、少なくない。ただし、他の雲と同様に振動が利用される例もあることが、知られている。 頭胸部は大きな目が並ぶ前面がほぼ垂直に切り立っており、そこから後列の目が外側に並ぶ台形部分が盛り上がっており、後方は低くすぼまる。腹部は楕円形。足は比較的太くて短いものが多い。足先の爪は2本で、その間に粘着毛を持つ。これによってガラス面でも歩くことができる。 特に第一脚は太くなっているものが多い。その前足を持ち上げて構える姿がよく見かけられる。また、配具行動において、前足を振るものには、特に色がついていたり、毛が生えていたりと、目立ったものがある。アリグモの場合、前足は細く、それを持ち上げて、先端の数節を折り曲げるため、アリの触覚に見えるようになっている。ハエトリグモ類は、種類が多いが、 その外見的特徴には共通点が多く、一見してハイトリグモと判断できる。その代わり、トガの中の分類は問題が多く、歴史的に何度も構成が変わっている。生活史を通して徘徊性で歩き回って餌を捕らえる。餌は昆虫を中心とした小動物である。餌を発見するとそっと近づき十分な距離に達すると、 前列岩で距離を見極め、一気に跳躍して飛びかかることができる。なお、歩く時は常に糸を引いており、しおり糸、失敗しても地上に落ちることはない。特殊な餌を狙うものとしては、青帯トリが地上のありの列のそばにいて、ありを狙うことが知られている。また、沖縄にも分布するケアシハイト鳥は、ヒメグモ類など、小型の草毛性の雲を、主として餌とする。 また、ハエトリグモ類の仲間であるバギーラキプリンギは、クモでは珍しく装飾を中心としている。他に、アリグモ類はアリに、そっくりな姿でアリに擬態しているとされる。繁殖時には、オスはメスの周りで前足やフレッシュを振るようにして、独特のダンスをする。メスは産卵に際して狭い空間を糸の膜で区切った巣を作り、その中に卵納をつける。 卵脳は薄く、糸に分かれて、巣の底につける。世界中に広く分布するが、熱帯に種類が多い。様々な環境に、それぞれ多くの種がある。日本の人家の中でよく見かけるのは、アダンソンハエトリと、チャスジハエトリ、家の外壁には、シラヒゲハエトリが多い。人家に出没するものは、他に数種ある。平地の山野では、草の上に、猫ハエトリ、 マミジロハエトリなどが普通種である。地上では、アオビハエトリや、ウデブトハエトリなどが見かけられる。ヤハズハエトリ類は、いずれも、細長い形をしており、ススキ類の葉の上の生活への適応と考えられる。かつて、農村周辺のかやばに多く見られた。産地や森林にも様々な種がある。海岸では、高潮帯の岩の上に、イソハエトリがいる。 人家に住む者も,も多く、馴染みの多い動物である。ハエトリグモ科は、クモ類中で最大の種数を抱え、五百属五千種が知られるが、主力が熱帯にあることもあり、未だ多くの未知種があるはずである。分類の体系は、必ずしも確立していない。ハエトリグモの特徴は、はっきりしており、他のクモ類との間で判断に困るものはないが、それだけにその内部での分類が混乱している。 一時は、リッサムニーの群が、ハエトリグモに近い別群とみなされていたが、現在では、リセイグモ赤として、ハエトリグモかに組み込まれている。系統的には、他のクモ類との関係があまりはっきりしない。外見的には、ササグモかのクモがやや似ているが、こちらは三つ目類の系譜に属し、系統的には遠い。さらに、岩金グモかのクモは、系統的にも遠く。 修正の上でもほとんど共通性がないにもかかわらず、外見はなんとなく似ている。ハエトリグモかのものは、このトガに属することはわかりやすいが、トガの中での分類はなかなか難しいようで、属の構成等がよく変えられる。ここには比較的古い体型を示した。なお、ハエトリグモの種名は、慣習的にグモを外す。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。